どうも、坂上です。ちょっと今、困ったことになってまして、先日ですね、もう5日ほど前かな、酔っ払って階段から落ちまして、8段ほど落ちまして、全身打撲なんですよ。そんで、まあ、首とかね、足とかはもう治ったんですけどもね、背中が痛くて、咳するだけでもう涙目。痛くてしょうがないんですよね。病院に行ったんですけど、骨は落ちてないってことなんで、まあ、打撲なんでしょうけど、とりあえず、動画ちょっと作成できない状況なんで、あれなんですけども、まあ、傷が治り次第、また、動画上げていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。簡単な生存確認でしたが、そういう事情で、自分が悪いんでね、誰にも言えないんですけども、本当にもう痛いんですよね。背中が伸びない。うん、でも、もうあと2、3日したら回復すると思いますんで、また動画見てください。それでは、バイチャー。